神奈川シリウス藤原康介、髪型を変えクールな印象になったマイナースポーツコレクター、特訓の末に何を身につけたのか非常に楽しみです。神奈川シリウス鈴木優斗、こちらはなんと髪の毛をすべて刈り上げてきました。覚悟の髪型です。ベガ埼玉飯山貴博、高い身長長い手足を武器とする防御の鉄人、日本酒が大好きなようです。愛知レグルス白瀬ゴールド、高い X ボール IQ で X ボールの時代を引っ張るスーパースター。噂では鈴木選手の頭を刈り上げたのは彼のブレードなんだろうか。ベガ埼玉トラッシュボックス、知る人ぞ知るガチンコプロゲーマー、インドア派かと思いきや意外な身体能力を持つベガ埼玉のエースプレイヤー。アルゴル千葉筑嗣道、俳優としても活動するアルゴル千葉のエース、入念な準備運動をしていますがこの日の試合には参加していません。次回にご期待ください。愛知レグルス水沢龍、 X ボール界が誇る絶対的エースですがこの日はなんと食べ過ぎで調子が悪かった様子、お腹がぐるぐるしています。愛知レグルス岡田太郎、おなじみ実況の私です。豪快なオーバースローが武器のシュータープレイヤー、12秒をこじらせた格好をしています。神奈川シリウス犬塚ゆりや、重力5を制すシュータープレイヤー、今回唯一自作のトラッカーマウントを装備しての参戦、マシントラブルが起きないことを祈りましょう。ジャパン X ボールリーグネクスト第4戦、今回の対戦カードはベガ埼玉 VS 神奈川シリウス。ベガ埼玉からは2人、神奈川シリウスから3名の出場となります。4ラウンド制の対戦カードはご覧の通りです。1ラウンド目はベガ埼玉から飯山貴博、神奈川シリウスから藤原康介の戦いです。全国の1万人の X ボールファンの皆様こんばんは。日比谷ビル8階の一角にあるコートで密かに行われます AR 技術を用いて生まれた波動 X ボール、ベガ埼玉 VS 神奈川シリウスの試合をお届けしたいと思います。さあ試合開始です。第1試合は1対1、参加人数の少ないチームが相手選手を指名できるシステムであります。飯山が指名するは藤原、両陣営ともにチーム内では最長身同士の対決となりました。まずは藤原が1点リード、ブレードの差し合いが続いて1ダメージもらってシュート、真ん中をぶち抜いていきました。さあ1対1からのシュート権利は藤原、ブレードを打ちます、ブレードを打ちます、ブレードの差し合いが激しく行われる、シュートを溜めて打った、飯山がしっかりキャッチするがシュートを外してしまう。開始20秒で1対1。さあこの後もシュート権利が変わらず藤原がまた打っていく、ブレード一発当ててしっかりとブレードを打っていく、結構長いブレードの差し合いからカットして冷静にシュートを決めていく。藤原康介2点目、飯山貴博1点のビハインド。さあ藤原康介選手、 X ボールコンバットで頭角を現した次期エース候補の長身プレイヤー、さまざまなマイナースポーツを経験して X ボールに参戦しております。さあ藤原康介ボムの構えから解除していく、さあ飯山がブレード当てていく、しかし飯山の右側キワキワのところに藤原康介のシュートが決まっていく。 X ウォールコンバットで頭角を現した次期エース候補の長身プレイヤーは何かが違う。しかし飯山も負けてないぞ、あっとここでカットされて藤原のシュートが決まって2点差になります。非常に苦しい展開。さあ飯山のシュート権、ブレードで詰め寄ります、ブレードで詰める詰める、シュート構えて左側フェイントを1枚かましていきました。おっとこれはどうしたのでしょうか、藤原はしゃがみ込んでしまっています。これはコートのタイルが剥がれてしまったのでしょうか。せっせせっせとタイルを直しているところを見るとなかなか哀愁が漂ってきているところであります。リーグ1の長身プレイヤーもこうなってしまえばちっぽけに感じます。総合格闘技の世界では身長の高い選手でもパウンド寝技に持ち込んでしまえば関係ないという話を聞いたことがあります。さあこの光景を見て飯山は活路を見出したのでありましょうか。さあ試合再開、藤原のシュート権利、ブレードが一発当たる、ブレードの差し合いが続きます、ブレードが続く、まだ当たらない、まだ当たらない、当たった、1対1、1打目ずつで飯山がカットされて冷静に決めていく藤原康介。
2点のリードとなりました。さあ藤原選手、身の丈2メートルありそうな、まさしく巨大なる人間山脈であります。世界の大巨人アンドレ・ザ・ジャイアントのジュニアがまさか日本で拝めるとは思いませんでした。日本の富士山藤山にちなんで藤原とでも命名しましょうか。そしてカラフルな衣装に身をまとう藤原を見ていると、毎年藤山に訪れる何千何万人もの登山客によって捨てられる膨大で様々な色合いの廃棄物たちも再現しているようにも思えます。大きな図体をしていながら社会問題にも切り込んでいくところを見ると、この男は非常に芸の細かいところがあるのでしょうか。さあ走行行っている間にも飯山選手が1点差まで詰め寄っております。さあ飯山のシュート、ブレードが当たる、飯山のブレードが当たる、飯山のブレードが当たる、そしてシュートが外れてしまう。残り15秒でこれは悔やまれます。スポーツ経験がほぼない状態からここまでやってまいりました。そしてコート外では日本酒をこよなく愛する男は甘露の詰まった酒瓶を片手に人間山脈藤原の登頂を目指しております。カラフルなゴミだらけのハイカラ道中、飯山は一歩また一歩と頂上を目指し、現在何合目でありましょうか。そして持参した美酒を頂上にて絶景を拝みながら豪快に煽り飲むことができるのでありましょうか。最後のワンプレー入るか、入った。飯山の下投げが鋭く藤原の右肩をかすめていく。さあ残り1秒、サドンです。ここで7対7、サドンデスになります。さあこれでシュートを持っていた藤原が先行にてサドンデスの最後のプレーが始まります。さあ泣いても笑っても最後のワンプレー、スタート。藤原のブレードが当たる、お互いに当たっている、シュートを打つが外れていく。飯山の左側をかすめていきます。さあ飯山のプレー、これはチャンス到来、飯山のブレードが当たっていく、これは絶対絶命か、シュートが左キワキワを揃えていく。飯山外してどこか楽しげな表情でしょうか。さあシュートを狙っていくのか、いやブレードの差し合い、ブレードが当たって、しかし飯山はキャッチ、復活後すぐにキャッチしました。さあ狙っていく、シュートを狙っていく、ブレードが当たってしまう。藤原の決勝点がたった今決まりました。高く天を高く突き上げた左腕、指名されてワンオンワンとなりました。藤原康介、どうだしてやったりといった表情、飯山貴弘を返り討ちにしました。OK です。じゃあ行きますよ。はい、はい、まあ、左利き、はい、左利き、はい、いいよ。はい、うまい、うまい、あーあー、ごめん、ごめん、ごめん、ナイス、見よった、ナイス、攻めるよ、はい、あ、左タッチ、ナイス、あ、待って、いや、どっちも、いいですよ、いいですよ、右取った、右投げと、ナイス、いいよ、戻ったよ、ナイス、戻った、あと1、あと1、 OK、 ナイス、いいだよ、イエイ、1射目取れた、やべー、 OK、あ、ほら、レッツ、左手、左手、ダイ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 、あと2、ありがとう、苦労した、ダメです。いや、ここナイス、
け。はい。だあと4。出した。出た出た。まだ出せ。あ、しまった。オッケなあ、第3クォーター始まります。同い年のこの2人の対戦、開始前から火花が散っている。さあ迎えて初段、ブレードを打っていく、ブレードを打っていく、当たった、お互い当たっている。鈴木優斗が溜めてシュートを打つ、外れていく。トラッシュボックス反応しています。さあシュート源変わりまして、トラッシュボックス、ブレードの打ち合い、両者当たった、当たった。しかし鈴木優斗が2発目当たってダウン。トラッシュボックスがまずは先制点です。さあシュート源変わりまして、鈴木優斗からの避ける避ける逃げながら、しかし捉えられた。トラッシュボックスがしっかりと捉えていく。さあ2点差。鈴木優斗のフットワーク、フットワーク、ブレード打つ、ブレード打つ、ブレード打っていく。シュートがキャッチされる、いい反応だ。さあトラッシュボックス、フェイントをかけながら知らせを打っていく、ジャンピング知らせだ。さすがトラッシュボックス、3点リード。これは苦しい展開の鈴木優斗がブレードを連射していく。これはすごい連射だ。この弾幕の中から全て避けている。しかし左キワキワにシュートを決めていく。トラッシュボックス反応できません。さあ青コートに鎮座するはトラッシュボックス。コート外では格ゲーマーであり、ストリートファイター5のトップ選手であります。 CFN ランキングではダントツの世界一、日本格ゲー界の至宝、まさに唯一無二の傑物であります。対する赤コートに陣取るは白装束の男、神奈川シリウスの現エース鈴木優斗。変盛期を迎えず24歳の秋を迎えたハイトーンボイスの破壊層であります。さあここで残り50秒、鈴木優斗が左キワキワに決めてきた。さあ点差は2点です。試合中盤、ここは1点差に詰め寄りたいところ。トラッシュボックスはボムを貯めていく。鈴木優斗が、おっとどうした、機材トラブルか。両手をバッテンにしてタイムを要求しております。さあ前半でトラッシュボックス、いいリズムを作っております。長崎県出身で豊かな自然を駆け巡り鍛えたであろう幼少時代の名残なのか、山猿のように非常に素晴らしっこく高いフィジカルを有しております。そして後天的に備わったであろう格闘ゲームで鍛えた動体視力や判断力、対人との駆け引き能力に定評があります。そのスペックはまさに文武両道、二世帯住宅仕様となっております。しかし負けじと食らいついていく鈴木、激しい展開だ、激しい展開が続いている。おっと力強いど真ん中のストレート、トラッシュボックスの鼻っ柱をへし折っていく。さあツルツルに頭を刈り上げた破壊層の鈴木は、文武両道の二世代住宅のトラッシュボックスの攻略を手こわしにて着手しております。1ラウンド100秒という非常にタイトな工程管理、無事に解体作業が完了するのでしょうか。なかなか縮まらないこの点差がきつい。鈴木優斗のシュート権、おっとスローなシュートをしっかりとキャッチしていく。しかしキャッチのラリーが続く。またしてもど真ん中、鼻っ柱をぶち抜いていく鈴木優斗。シュート権には変わりまして、トラッシュボックス、ブレードを後方からに打ち込みます。避ける、一発当たって、後がないぞ、後がないぞ、トラッシュボックス。しかし上投げが冷静に時間を使っていたのか。さすが作詞のトラッシュボックス、残り 5.8 秒、2点差、非常につらい。ど真ん中、これは読んでいた。同じ手は3度も食らわない、ど真ん中のストレートを完璧にガードしていく。残り1秒、これは勝負あり。終わってみたら3点差。試合巧者のトラッシュボックス、こういう局面でしっかりと勝利してきました。じゃあ気合入れていこう。はい、では始めます。負けやすさいくぜ。はい、
右よ右よ。やった。あこれだ。おお。メガ埼玉 VS 神奈川シリウスの試合は3勝1敗で神奈川シリウスの初勝利となりました。第5戦は全勝中の愛知レグルス VS メガ埼玉の試合となります。ここまでのご視聴誠にありがとうございました。第4戦の実況は私白瀬ゴールドがお送りさせていただきました。今回の試合が気に入った方はぜひ高評価を、そして次回の配信にもチャンネル登録をしてぜひともお越しください。それではまたお会いしましょう。Goodbye, brother!